か用意。撃てや。これが武田の赤備えの力か。はっはっはっせいどか、新入り。家康様には、指一本触れさせぬ。何です？俺の顔に何かついてますか？いや、よくぞ生き抜いたと思ってな。あれだけ好き勝手やれば普通は死ぬ。徳川が勝てばいいんです。たとえどんなに傷が増えようと。お前が傷つくのは構わんが、周りの者を巻き込むのは感心できぬ。お前を救おうとした者が討ち死にしたらどうするつもりだ、新入り。ダメです、ダメすぎます。忠勝さん、すいません、すいません。トラ、ナオマさん、忠勝さんになんて無礼な。父で生き残れないのは精進が足りないからです。その者が弱いからです。俺は常に徳川にとっての最善を考えて戦っています。もう突っかかってこないでください。直政、こたびの戦も見事な働きだった。それにわしの窮地も救ってくれたな。ありがたきお言葉ですが、まだまだです。一気取り逃がし、忠勝殿の助力を仰ぎましたから。相変わらず己にも厳しき男よ。してお主は武田の赤備えをどう見た？屈強にして勇猛果敢、戦国最強の名にふさわしい部隊でした。鉄砲を前にしても臆せず、前のめりに死ぬ。強き意志がなければあんな攻撃はできないでしょう。わしも同感よ。その戦ぶりはあっぱれというほかない。そしてあの果敢な戦い方、わしはお主の戦ぶりとよく似ていると思った。家康様。直政、お主は今より武田の赤備えを、その強き魂を継ぎ、戦国最強の名を欲しいままにせよ。はっ。いいの、赤備え。これからも家康様のために最善を尽くしましょう。
した新入り、自分が皆から軽減されておると知って寂しいか。寂しいとかくだらない。俺はいつも徳川のことしか考えていませんから。忠勝様、いつからなんですか。徳川の将が皆傷を恐れ弱くなったのも、三方ヶ原の戦いでは皆果敢に戦ったと聞いています。なのに今はダメです。ダメすぎます。皆も三方ヶ原を経験しておらぬ新入りに言われたくはなかろうが、あの地獄を経験したからこそ皆慎重になった。そして団結するようになったのだ。独りよがりの突出が引き起こすは悲劇。徳川の将は皆分かっておる。一人を除いてな。あなたも回りくどいですね。俺の行動が間違っていると言いたいんでしょう。だったら俺以上に働いてください。俺以上に徳川に対して最善を尽くしてください。無傷ばかり誇ってないで、名誉の傷の一つや二つ作ってください。少子、拙者が目指すはただ勝利のみ。傷を作るために戦をしているわけではない。存分に死地に飛び込め、新入り。その傷が致命傷にならぬことをせいぜい祈ろう。忠勝様、俺にもう構わないでください。俺が最善を尽くし、徳川が勝つ。それの何が問題。本当にそう思っているのか、新入り。お前が最善を尽くすことができるのは何故か。お前がしくじっても怪我で済んでいるのは何故か。お前が見ておらぬところで味方が必死に戦っているからではないか。味方の功を共に喜び、味方の失策を共に補う。それが徳川の戦。そこに不代も戸様もない。そして徳川にとっての最善。殿の望むものは一人の力で成し得るものでもない。しかし殿の進む道は険しい。皆で力を合わせて殿の背中を押さねばならぬ。お前とならばと思ったのだが、新入りは所詮新入りということよ。家康様、すみませんすみません。今回の戦では直政が突出してご迷惑を。己の力を過信し、味方を危険にさらす。本来であれば処罰すべきだろうが、許そう。家康様。直政はそうして苦心するお主の背中をずっと見てきたのであろうな。がむしゃらに働き、功を立てるのも戸様たる自分を皆に認めてもらいたいがため、徳川に意気ありと認めてもらいたいがためよ。なんとも親孝行な息子ではないか。はい。そして直政はそうやって見守ってくださる家康様のためにいつも懸命に戦っています。分かっておる。直政の突出は全てわしのためだが、あのままではいつか直政は討ち死にする。それだけは避けねばならぬ。私が言うのもなんですが、直政は賢いです。きっと気づいてくれると思います。わしもかけてみよう。直政が必ず気づいてくれることに。秀吉殿は天下人、物量では我が軍を圧倒しておる。故にどの隊が欠けても苦しくなるだろう。皆で生き残り、
共に勝利を祝おうぞ。秀吉さえ撃てば徳川は勝てる。短期で敵陣にかけて切り込むか。いや、それでは味方の布陣にも影響が出る。考えろ、徳川にとっての最善とは。虎松、頑張って。変われるか、新入り。様、味方と歩調を合わせ完璧な戦をなさいましたね。はっ、ありがとうございます。こたびの戦、皆よく戦ってくれた。中でも直政、お主の働きは見事であった。はい、皆様のおかげでようやくわかりました。徳川にとっての最善とは何か。特に忠勝さん、今までの数々の無礼、平にお許し願いたい。新入り、どうした、熱でもあるのか。いや、熱のせいであのような戦ができたのか。熱があったら戦えませんよ。少しは褒めてくれてもいいんじゃないですか。直政様の言う通りです、父上。さあ、仲直りの握手を。この程度で満足しているのか。ダメすぎる。武具の手入れをせねばならぬゆえ、ごめん。直政様、父はあれでもあなたのことを認めて。いいんです、忠勝殿は。ああでなくては。はい、母上、いろいろご迷惑をおかけしました。ああ、これでもう安心です。すべてを任せてもいいですよね、トラ。いえ、直政さん。はい、いい家のことはこの直政にお任せください。それから、無理に直政と呼んでいただかなくても。俺は当主になっても母上の息子ですから。ダメです、ダメすぎます。調子に乗って突出するなよ、ガキ。おじ上、いつまでも子供扱いはやめてくれ。俺は島津のため戦うだけだ。調子に乗って突出するなよ、新入り。はあ、ダメです、ダメすぎます。俺がそんなことをすると思っている時点でダメです。あと、いい加減新入り扱いはやめてくれませんか。俺は島津豊久。さっきの話聞かせてもらった。一緒に頑固な大人たちを見返そうな。なんだ急に。俺はお前と共に戦うつもりは。遠慮すんなって。小田原城、若い力で落としてやるんだ。ああ、ダメだ、ダメすぎる。まためんどくさいのが増えた。お前やるな。あんな働きができるやつ九州にもそういないぞ。キャンキャンうるさいな。俺はただ徳川のために最善を尽くしているだけだ。
俺は島津のため、お前は徳川のため、なんか俺たちって似た者同士だよな。はあ、ダメだ、ダメすぎる。俺にはまだまだ追いついてないぞ、島津。それは、うん、認める。潔すぎだろ。だから俺はこれからお前を目標に頑張る。絶対にお前を超えてやる。島津は諦めないぞ。じゃあな、俺の好敵手。なんだあいつ。寂しいんですか。武家の娘に生まれた以上、主君のために他家へ嫁ぐのは戦国の習いだ。寂しいんですね。お前な。深刻な顔で何を。あ、ごめんなさい、直政がまた何かしちゃいました。いや、すまない。どうしても聞いておきたいことがあってな。直政の口癖のことよ。ダメだ、ダメすぎる。あれはどこで身につけたものか。実は私のせいなんです。私が井伊家の当主だった頃、家臣によくダメだって言われまして、小さい直政は私の後ろによくいたのですが、その家臣に口癖が移ってしまったみたいなんです。なるほど、さようであったか。しかしダメすぎるとは。直政は家臣が私にダメだって言うたびに、その家臣に対してダメすぎるって返してたんです。幼いなりに母をかばっていたのだな。ふん、なんともかわいい話ではないか。ナオトラ、惜しいことをしたな。ごめんなさいが口癖になればまだかわいげがあった。あ、戦つ、それを言いにわざわざ来たというのか。まったく困ったものよ。あー、やっぱり引退撤回しようかな。直政が忠勝さんとうまくやっていけるか心配です。島津は西軍か。どうした新入り、おじけづいたか。本当にいつになったら新入りって呼ぶのやめてくれるんですか。あなたこそかすり傷がついて戦意喪失しないように気を引き締めてくださいよ。よし、新入りでもあるまいし、拙者は決戦に向け闘志をみなぎらせておる。少しでもためらいやらば母のもとに帰るがいい。戦場で今のように立ち尽くされても困るのでな。ダメだ、ダメすぎる。あなたは励まし方が下手すぎますよ。この辺にしておくか。はあ？ダメです、ダメすぎます。徳川にとっての最善は完全勝利、違いますか。
が見えていないのか、新入り。あなたが割って入ることくらい分かってましたか。そうか。では早々に型をつけるぞ。もちろんですよ。